はいはい、皆さんこんにちはということで、本日の企画はこちらとなっております。ドドン、はい、大盛りけいちゃん焼き食べてみたよとなっておりますね。はい、ありがとうございます。さあ、けいちゃん焼きとは何ぞやといった感じでございますが、さあこちらの方ですね、さあ岐阜の郷土料理けいちゃん焼きとなっております。さあ、お肉とお野菜を味噌で炒めるやつですね。ヨモちゃん、大ちゃん、お肉大好きなんでございますが、若干お野菜不足となっております。さあ、そんな中ヨモちゃん自分でセルフ鼻かみとなっておりますね。鼻水出たら自らペロリンしていく、さあこれがヨモギクオリティとなっております。さあ、話それましたが、そのけいちゃん焼きをですね、ちょっと今回作っていこうかなと思っております。まあもちろんね、大ちゃん、ヨモちゃんね、あのお味噌食べれないので、あのお味噌なしの、はい、お肉とお野菜をたっぷり使った、けいちゃん焼きの方、父ちゃんが作っていこうかなといった感じになっておりますね。では早速料理の方してまいりましょう。いっぱいお野菜食べますせと。では早速料理の方してまいりましょう。材料はこちら、はい、鶏肉、キャベツ、もやしとなっておりますね。めちゃくちゃ簡単でございます。さあ、まずはキャベツの方をざっくりと切ってまいりましょう。さあ、たっぷりお野菜となっておりますので、これぐらい切っていこうかなといった感じで、半玉ぐらいかな、半玉以上ぐらいは、はい、切っていってまいりますね。さあ、その横をね、よもぎちゃんがずっと見つめております。こんだけキャベツ食べるのっていう感じなんでございますが、あかん、多すぎたと、はい、切ってから後悔いたしました。キャベツ全部使えなかったので、後日使おうかなと思っております。さあ、続きまして、冷凍しておいたささみともも肉の方をね、カットしてまいりますね。さあ、こちらの方、あのささみの方を入れてヘルシーに仕上がっております。さあ、来ましたね、大ちゃん、これはこんなところに乗ってるとどうなるんだいといった感じでございますが、とりあえずお肉の方を父ちゃんは切っておりますね。まずお肉の方をしっかり切って、下準備を整えてから、手をしっかり洗いまして、準備ができたらデミニチョっていった感じで接吻形でございます。はい、ちゃんと準備をして全て整えてから接吻形となっておりますね。父ちゃん、お利口ちゃんでございます。そして大ちゃんも、嬉しいにゃんってなっておりますね。接吻形と言いながらも結局喜ぶ大豆くんでございます。あまりにも可愛すぎて食べちゃっておりますね、父ちゃん。あ、可愛らしい。さあ、これだけでは済みませんよ、大ちゃん。もう日々日々ね、あの刑罰がエスカレートしておる次第でございます。さあ、猫吸いタイムとなっております。さあ、大ちゃんのお腹をスン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 父ちゃん吸っておりますよ。接吻されて食べられてスン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 される大豆くん、可愛らしいでございます。そしてこの無防備体勢、あー、にゃんにゃんといった形でだいぶ無防備になっておりますね。可愛すぎ問題となっております。さあ、先ほどのところスクショしていただきましょう、皆さん。さあ、料理シーンよりもね、大豆くんへの接吻形の方が長い、ペロリンズとなっておりますが、しっかりと料理の方もしてまいりますよ。油を敷いて鶏肉を炒めて、もやし、キャベツをてんこ盛りに入れてまいります。これでもかといった感じで山盛りてんこ盛りとなって、蓋を無理やり閉めていく、閉まらないやないかいといった感じになっておりますが、さあ、こちらよもちゃん、大ちゃん、そして父ちゃんもね、ちょっといただこうかなといった感じで3人分となっておりますので、てんこ盛りとなっておりますね。さあ、こちら、ヨモちゃんがのんびり待ってる間にね、一旦こう裏返してね、はい、中の方もしっかり火を通していってまいります。そして、大ちゃんとヨモちゃん分を盛り付けまして、大ちゃんはね、大きかったので、こうやって一口大にカットですね。こんな感じで完成でございます。では食べましょう。さあさあ、お待たせいたしました。こちらが大ちゃん、よもちゃん用特製けいちゃん焼きとなっておりますね。さあ、よもちゃんいいよという前にもバクついております。さあ、大ちゃんも勢いよく食べ出しました。さあ、若干暑かったのでね、ちょっと広げてフー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 したんでございますが、まだまだ暑い様子でございます。ただ暑くてももう関係ありません。はい、大ちゃんに至っては猫なんでございません。もちろん猫舌でございますが、それよりも食欲の方が勝っておりますね。そしてよもぎがぐいぐい前に来ております。なんでこんなに前に来るんだいっていうぐらい、横の方に回り込んでぐい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 とけいちゃん焼きを食べておりますね。相当美味しかったんでございましょうか。さあ、お肉とお野菜たっぷり食べていっております。そして大ちゃんもね、地味に野菜をね、結構食べてるんでございますね。猫ってあんま野菜食べないんですけど、これほら、めちゃくちゃキャベツ食ってますね、大ちゃん。はい、お利口ちゃんでございます。さあ、そしてよもぎが、中の方にね、結構熱がこもってたみたいで、けいちゃんが熱くて食べれないワンといった感じで訴えてきましたので、さあ、お箸の方でこうやって広げて冷ましていっておりますね。少し冷ますとね、はい、もうすぐに元通りのペースとなっております。さあ、けいちゃんうまい、けいちゃんうまいといった感じで、岐阜最高といった感じでよもぎはバク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 と食べておりますね。さあ、あれだけあった野菜、さあ、てんこ盛りの野菜も、さあ、スル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 と胃袋に消えておる次第でございます。さあ、ヨモちゃんもうそろそろなくなりそうでございますね。さあ、トータルで言うたら父ちゃんと同じ、もしくはヨモちゃんの方が多分多く食べてるぐらいでございますね。まあ、お米食べてない分ね、これでも大丈夫かなといった感じになっております。まあ、お野菜いっぱい入ってるのでカロリーも低め、はい、抑えめになっておりますね。さあ、ヨモギここで食べ終わって、
不満そうな顔をしております。私食べてないワンとなっておりますね。お前もう食べたやないかいといった感じでございますね。そして舐めすぎてまな板がねめちゃくちゃ動くんでございますね。そんな横で大ちゃんはマイペースにさあケイちゃん焼きの方を食べておるんでございますが、さあハイエナがそのままでじっとしているわけはございません。こんな感じで、はい、ずっと、はい、不満そうな顔で、ぐい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 と、はい、ちょろ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 とね、あの大豆の横をうろちょろするわけでございますね。まあ、そんなプレッシャーもありまして、大豆くんもだいぶお腹いっぱいになったようでございます。自ら机を降りて、その残りをよもぎがきれいに平らげてフィニッシュ。ごちそうさまでございました。はいはい、お野菜たっぷりのケイちゃん焼きごちそうさまでございました。さあ食べ終わった瞬間でも一気にやる気がなっしぐモードになってしまうよもぎちゃん。さあ食の切れ目が縁の切れ目、ご飯さえなければ父ちゃんてめえの顔なんて見たくねえんだよといった感じで、はい、ゴロ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 としておりますね。さあ食っちゃね食っちゃねすることによりこのマシュマロボディが形成されておるわけでございます。さあ食べ終わった大ちゃん、さあ君もなんかないのかいといった感じで食後の接吻となっておりますね。さあこちらは、大ちゃんもですねご飯食べ終わったらもう満腹感でね、一気にやる気ナッシングモードとなっております。さあこんな感じで、遊ばれておりますが、父ちゃんもご飯の方をねちょっと食べていきます。よろしくね。さあヨモちゃん大ちゃんはご飯食べ終わりましたが、父ちゃんお腹ペコペコでございますね。さあこちらお味噌をねつけまして、父ちゃん独自のケイちゃん焼きを、はい、作っておるわけでございますが、さあヨモギちゃんのこの圧力でございますね。そうこの眼差しでございます。さあ先ほどあんだけ食べたのにもかかわらず、さあヨモギちゃんはまだ食べたいわんといった感じでぐいぐい圧力かけてきております。そして何気に大豆も合流してきますね。なんでさっき食べたとこやのにまだ寄ってくんねといった感じでございますね。さあ一応お野菜だけね、お野菜だけはいいよといった感じでヨモちゃんにあげてフィニッシュとなっております。でもヨモちゃんねずっと不満げな顔なんでございますね。お肉はないのかいといった感じでございますが、これは父ちゃんの分だよと言って、はい、今日はおしまいでございます。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあおまけも見てね、バイバイ、ありがとう。はいはい、本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。さあこちら食べ終わった次の日ですね。さああんだけいっぱい食べた後は運動タイムとなっております。さあこちら雨上がりっていうのもありまして、謎にねカニがね、道路を歩いてたんでございますね。これ何ガニ、サワガニですかね。ヨモちゃんは初めて見て興味津々でクン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 やってるとこんな感じでびっくりしておりました。若干ね多分ハサミがね鼻に当たってなんじゃこりゃっていう感じでございますね。さあヨモちゃんこちらサワガニをね見てる場合ではございませんよ。あなた昨日いっぱい食べたんだから、しっかり運動しなさいといった感じで父ちゃんにね、引っ張られてお散歩の方に来ているわけでございますね。若干ねなんか雨上がりとかねそういうの嫌がるんですよね。なんか水は好きなくせにね雨地味に嫌いなんですよねヨモギ、謎にね。はい、そんな感じでずっとカニと、はい、離れないんでございますね。でもしっかり歩かないと昨日のねカロリー消費できないので歩きますよといった感じでぐい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 父ちゃんの方が行くよと言って声かけして引っ張っておりますね。さあちなみに前日あれだけお野菜食べた影響からなのか、ヨモちゃんも大ちゃんも快便でございました。本当にありがとうございます。では本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございました。よかったらねチャンネル登録コメントの方していってくださいね。また見てね、バイバイ、ありがとうねー。